これはばっかかっこよすぎる。皆さんこんにちは、自称レゴリラヒロリラ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴスターウォーズルークスカイウォーカーの X ウィングファイターです。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、ついにこちらを組み立てる時が来ました。これを組み立てるのがめちゃくちゃ楽しみです。ちなみにこれ前々から欲しかったんですけど、実はこれ結構お値段がするのでなかなか買えなかったんですけど、ヤフーショップのペイペイモールで 20% の還元祭でめちゃくちゃ安く買えました。ちなみにこちらは今年の1月の下旬頃に発売されました。なので現状このルークスカイウォーカーの X ウィングファイターの中で一番新しいモデルです。背景がデススターなので、あのエピソードのクライマックスシーンですね。ほんとこれ映画から飛び出してきたと言ってもいいぐらい迫力があります。今回付属するミニフィグめちゃくちゃ豪華です。はい、箱の後ろはこのようになってます。はい、それでは開けましょう。あー、シールがもうぐちゃぐちゃになってるのでなんかやばそう。ちょっと見よう。あ、シールは、まあ、一応は、まあ、大丈夫ですね。毎度思うんですけど、シールは、説明書の中に入れてほしいですよね。そうしたらこんなにぐちゃぐちゃにならずに済むのにな。はい、箱の中にはパーツが入った袋が4つと、説明書が1冊とシールドシートが1枚です。はい、それでは、ルークスカイウォーカーの X ウィングファイターを組み立てます。
はい、まずは組み立てが完了しました。今まで組み立てたレゴスターウォーズの中でこれは本当にすごい。では今から付属しているシールを貼ります。せーので、はい、完成。ルークスカイウォーカーの X ウィングファイターです。うわぁ、かっこよすぎる。これほんと映画まんまですよ。これ作った人ほんとすげえわ。ちなみに組み立てなんですけど1時間20分かかりました。シール貼りについては5分で終わりました。はい、ではまずはこのルークスカイウォーカーの X ウィングファイターに付属するミニフィグを紹介します。はい、こちらがルークスカイウォーカーです。全体はこのようになってます。ちなみに前回作ったルークスカイウォーカーと比較するとこんな感じです。まあ当たり前なんですけど全然違いますね。そしてスターウォーズ20周年に付属してきたルークスカイウォーカーと比較するとこんな感じです。こっちに関しては足にプリントパーツがないんですけど、こっちのルークはプリントパーツがあってめちゃくちゃ造形が細かい。このミニフィグの作り込み半端ないっすね。はい、では続いてはこちらがレイヤ姫です。全体はこのようになってます。足のパーツは結構特殊なパーツになってますね。僕こういうパーツは見たことあるんですけど実物は初めて見ました。ちなみにデススターの脱出に付属するレイヤ姫と比較するとこんな感じです。基本的には下半身のパーツ以外全部一緒ですね。はい、こちらがドドンナ将軍です。全体はこのようになってます。はい、最後はこちらの R2D2 です。全体はこのようになってます。でも R2D2 の完成度すっごい高いな。ただ個人的には裏面もちょっとプリントパーツは入れて欲しかったなって思います。ただ裏面のプリントパーツを除けばほんと文句なしの完成度です。はい、そしてこの3体のミニフィグはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように表情を変えることができます。はい、そしてこちらが X ウィングファイターです。これはバッカかっこよすぎる。はい、全体はこのようになってます。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが先頭部分です。もうダメだ、かっこよすぎて言葉失うわこの X ウィングファイターの作り込み本当にすごいですね。ちなみに組んで思ったんですけど、ここの中ヒンジパーツになってるので綺麗に斜めになってるんですよね。これ本当よく考えられてるな。中の操縦席はこのようになってます。ここにミニフィグを座らせることができます。はい、そしてウィングはこのようになってます。ウィングとビームパーツめちゃくちゃよくできてますね。ちょっと僕個人的なんですけど、このウィングのこのシールの部分が結構測りやすいんですよね。そもそも入ってたシールがちょっとぐちゃってたので、このシールが結構剥がれやすいのはちょっと残念かなって思います。はい、後ろから見るとこのようになってます。なんかこうして見るとダースベイダー目線ですねダースベイダーってタイファイターに乗ってるので、これ完全ダースベイダー目線だいや、もうレゴスターウォーズってほんといちいちかっこいいっすよね。はい、それではこちらの X ウィングファイターのギミックを説明します。まず X ウィングファイターのここのボタンを押すとこのウィングが展開して、名前の通りウィングが X 字になります。そしてここのハッチが開いて、この中にミニフィグを乗せることができて、さらにこの部分に R2D2 を乗せることができて、であとはおなじみのスプリングミサイルを発射することができます。ではやってみましょう。まずはここのボタンを押してウィングを X 字にします。いきます、せーので、おぉばっかかっこいい。はい、この状態で正面を見るとこんな感じです。いや、すげえぞ、これ、ほんと。ウィングが展開しただけで、取れちゃった。このように X 字に展開されただけで、めっちゃかっこよくなるの、すごない？ちなみに元に戻すときは、このウィングを畳みます。では、いきます。はい、こんな感じです。はい、では続いてはミニフィグを登場させます。まずはハッチを開いて、ここに突起があるのでここにミニフィグを座らせます。そしてハッチを閉じます。あー、取れちゃった座らせるときはちょっとだけ寝かせてハッチを閉じます。はい、こんな感じです。おー、すごい。そしてここの空洞に R2D2 を乗せます。両側に座らせるポッチがあるので、ここに R2D2 を入れます。はい、R2D2 を乗せてみました。いや、もうこれ何回も言ってるんですけど、これほんと映画そのままですね。このままウィングを展開、
これはかっこよすぎて本当に素晴らしいです。そしてスプリングミサイルなんですけど、このミサイルの部分を上に押すと発射されます。では発射させます。今回も勢いよく発射されます。ちなみにミサイルは予備を含めて全部で3本入ってます。はい、レゴスターウォーズルークスカイウォーカーの X ウィングファイターはこんな感じです。はい、ということでレゴスターウォーズルークスカイウォーカーの X ウィングファイターを組み立ててレビューしていました。このルークスカイウォーカーの X ウィングファイターはバッカかっこいいです。はいスターウォーズの X ウィングファイター好きな人はこれ絶対買った方がいいです。もうこれはおすすめできます。これを見るだけで劇中の X ウィングファイターを思い出しちゃいますね。であとは付属してくるミニフィグもかなりいいものなので、これは本当におすすめできます。あと個人的な話なんですけど、今後シールは説明書に挟んでほしいです。僕の家にレイのミニフィグがあるので、これレイ乗せたくなっちゃいますね。レイを乗せるとなったら、この X ウィングファイターちょっとボロクしないといけないので、ボロクする加工を除けば完全に映画のシーン再現できるので、これは本当に素晴らしいです。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。